タガモイです。本日はナイトルーティーンを撮っていきたいと思います。今撮影が終わったところで、これからですね、今何時だ、何時でしょう、時計が遠いんでわからないですけど、9時ぐらいなんですけど、これからね、タコアンボーイのナイトルーティーン撮っていきたいと思います。生きてる、お腹痛い。さあ始まりました、ナイトルーティーンです。お腹痛い、お腹痛い。鶏だったよ、ホケコッコ。今日のご飯はこちら、生卵です。さあ今日はたくあんボーイの産んだ卵がご飯らしいですね、はい、おっと、卵を片手で割る。実は割ったことなどありません。どうなるのでしょうか。おっと、奇跡的に成功。内心めちゃくちゃ驚いてますね。食べるのか。ビビビビビビ、うまいんかい。おっと、結局カレーを食べてますね。これはレトルトカレーですね。今混ぜてるのは先ほど割った卵ですね。カレーにかけるという、いかにも一人暮らしの男飯っていう感じですよね。カレーを食べながら見ているものは、これはドラえもんですね。小さな頃は毎週金曜日の楽しみでしたが、最近はもうアマゾンプライムでいつでも見れるんでね、見たい時に見ています。ドラえもん見ながらブツブツ言ってますね。きっとドラえもんに突っ込んでるんですかね。ここでもお笑いの練習をするというね、勉強熱心なたくあんボーイですね。ごちそうさまでした。完食。はい、食事が終わりました。この後はですね、筋トレをやります。まあ、30分ぐらいね、間を空けてから筋トレをやっていきます。まず最初のメニューはこちらです。一つなんと30キロもあります。このお手玉を使って筋トレをしていきます。さあ始まりました、30キロのお手玉。こんな筋トレやってる人はこの世に一人もいないのではないでしょうか。いいリズムですね。まだ足りないという。さあ3個のお手玉できるのでしょうか。考えてますね。考えるな、感じろです。お、一瞬できましたね。まだまだ練習が必要ですね。おっと、これは腕立て、いや逆立ちの腕立て伏せですよね。いやでもどうなんでしょうか。これギターが天井に突き刺さってますね。不思議ですね。ここで最終です。洗濯物があるときは洗濯物。さあ最終メニューの洗濯物をくぐり、手前にぶら下がっているのはエドウィンの腹巻きです。さあたくあんボーイ、足腰を鍛えております。これ意外と疲れるんですよね。お疲れ様です。さあ続いてはお風呂ですね。お風呂に入ろうとしています、たくあんボーイ。おっと、腹巻きを脱いで、はい、パンツも脱いで入浴シーンです。さあそれでは行ってらっしゃいませ。
設定温度60度大丈夫なんでしょうか。無理でした。風呂上がりはやっぱり牛乳ですよね。牛乳ですね。本当に美味しいですよね。おっとガブ飲み来ました。おっとこれは555のイエロー大門の飲み方です。そうです、たくわんボーイは小さな頃555のイエローに憧れていました。大門がガブ飲みした牛乳いつかやりたいと思っていました。ここでやらせていただきました。あの時のセリフ。さあここで着替えですね。腹巻きをつける。おっと来るか、まさかまた来るのか。チューブトップ出ました。チューブトップにっこりマークのあるズボンにスヌーピーですね。これは何でしょうか。入ってました。これは珍しいですね。週に1回の鼻磨き、歯磨きに続いて鼻磨き。鼻を磨いています。だいぶ綺麗になりましたね。はい、歯を磨いたらもう寝床につきますね。寝る前にいつも僕はですねこのマイブックというものを、ね、書いております。まあ、日記ですね。ここに今日もあったことを書いてきています。そうなんです、マイブック実は2018年から書いていますので、これで3年目になりますね。今日は何を書くのでしょうか。楽しかったです。小学生の日記。はい、OK です。それでは日記を書き終わった後は最後は、メールの返信などやってますね。はい、ちょっと溜まってるものもあるので返していきたいと思います。さあメールの返信、これは大変ですよね。皆さんも貯めてないですか。たくあんボイもなるべく貯めないようにはしていますね。この速さ、ちゃんと打てているのでしょうか。いや、きっと打てていると思います。お疲れ様です。さあ24時50分就寝です。いつも着ているスヌーピーのブランケット、最高ですね。さあ静かに眠りました。うるさかった。